どうも始まりましたアースファミリーチャンネル。どうもトミちゃんです。どうもアースファくんです。どうもカズマです。よろしくお願いします。いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。毎週月曜日お昼12時に最新版が公開されておりますので、今後もご視聴よろしくお願いします。というわけでございまして、シマくん、はい、今日の動画は何？今日はおすすめでーす。ではシマくん、はい、今日のおすすめは何？今日はつくば煮でーす。おすすめ品の紹介で、つくだ煮のご案内でございます。種類が実はたくさんございます。後ほど試食をしながらご案内をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速やっていきまーしょう。というわけでございまして、試食の準備ができました。今日はお米と一緒に食べていきます。映像を見ていただきましたら、5種類ほどありますけども、その中でも今回ご試食するのはこちら、柔らか山椒ちりめんと、ちょっと珍しいエビくるみでございます。では早速食べていきましょう。山椒ちりめんから食べましょう。ではいただきまーす。いただきまーす。チリメンだね。うまい。うま。ご飯に合う、うん、めっちゃ進むわこれ。あんばいよ。あ、香りもそうだし、甘じょっぱさ、うん、めちゃくちゃちょうどいい。甘すぎず、しょっぱすぎず、濃すぎずね。この山椒のピリッとした辛みと、うん、香りとね、最高っすよ。めちゃくちゃうまい。5合ぐらい食えそう。余韻で米がめっちゃ食える。うまーい。エビくるみっていうのがあって、食べたことない。これは私の一押しです。山椒ちりめんはお店ナンバーワンの人気で、カズマも一押しで。エビとくるみのコラボってすごいね。これ食ったらわかるよ。じゃあエビくるみいただきます。いただきます。いただきます。うん。うまいわ。うまいやろ。エビのこの香りがたまらんのよね。うわすげえ。噛めば噛むほど、エビの味と旨味と香りが、うわーって出てくる。そう、だから、最初は、やっぱくるみ、うん、バッてくるんだけど、さっき言ったように、その噛めば噛むほど、後からマジでエビの、その旨味風味が。うん、すげえよね。すごいね。出汁がずーっと出よるから。醤油とかみりんは、ああいう味に全然負けてない。エビが。うん、すっげえうまい。むしろ、うめえんすわ、これ。これはうまいぞ。あ、これは米か。日本酒や。日本酒もお米ですからね。これはどこで作られてるかって言ったらですね、金沢でございます。金沢って魚有名じゃない？結構いろんなもんが有名で。これは無添加なんですよ。今ずっと裏表紙に見てますけど、すごいわ。素材の味を生かすために無添加で作ってるみたいですね。素材の味をしっかり味わってほしいからっていうので、添加物とかを加えず、材料も厳選して、使ってるこの醤油とかみりんとかもちゃんとその添加物が入ってないのを選んでくださってるみたいで、こういうのもこだわって、で職人さんが手間暇かけて作って、なんか伝統の味みたいな感じがあるらしいですよ、やっぱ神奈川の方の味。そういうのをやっぱ守っていきたいというか残していきたいっていうので、こういうのを作られたみたいですよ。この味付け抜群よね。抜群。ほんまに、なんかやっぱあるやんか、その、つくだ煮にしても、その漬物とかにしても、しょっぱすぎるとか、そうだね、甘すぎる、濃いすぎるとか、うわっていうのがたまにあるけど、これはおーっていう、ちょうどええ塩梅っす。
ここの人もホームページ書いとったわ。素材の味を引き立たせるためにやっぱりいろいろ探して、厳選して選んどるっていう、相当味見しとると思うよ、これ作り上げるために。こういったね、無添加でお取引をさせてもらっている佃煮もございますので、はい、しかも上品でね、はい、賞味期限も、うん、無添加の中ではやっぱり長く、そうですね、作られてる、設定されてるものでございますので、うん、ぜひご興味ございましたら、こういったものもうちにはあるぞっていうことを知っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。というわけでございまして、本日ご案内をさせていただきましたのは、無添加の佃煮のご紹介でございました。こちらの動画、良かったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。